ホライゾンは、イスズ自動車で生産し、ホンダ技研工業が販売していた SUV である。ホンダの独自開発車両ではなく、イスズより OEM 供給を受けて、クリオ店で販売されていた。北米では、アキラの販売網で SLX の名称で販売された。1993年に締結された、ホンダイスズ間の商品総合保管契約に基づき、 同年10月に発売されたジャズに続き、1994年2月11日より、ビッグホーンの OEM 供給を受けて販売された。ビッグホーンとの際は、フロントグリル程度とわずかであったが、ボディカラーとアルミホイールは、ホライゾン専用のものが設定されていた。エンジンは、ディーゼルエンジンの 4JG2 型とガソリンエンジンの6、VDE1 型が設定され、4速 AT と、 組み合わされた。ディーゼル仕様には補速 MT の設定もあった。グレードは、ガソリンディーゼルともにロータスチューンの足回りを持つ、ハンドリングバイロータスと、ハンドリングバイロータス SE の2グレードで、いずれもロングホイールベース4ドア3列シートの7人乗りのみで、あり、イルムシャーシリーズ、LS、ショートホイールベースは一貫して設定されなかった。1995年8月下旬には、 廉価グレードとして XS も追加された。1998年3月19日に実施されたビッグホーンのマイナーチェンジに合わせ、ホライゾンもマイナーチェンジを実施した。ディーゼル仕様は直噴を採用した 4JX1 型に、ガソリンは3.5リットルの 6V1 型に変更された。1999年10月に OEM 供給が終了し、モデル消滅した。 OEM であったせいか車の知名度も低く、一部、ホンダディーラーからは入庫拒否されるなど、人気薄であった。そのため、販売台数はかなり少なく、街中で見かける機会は同じく OEM を受けていた。スバルビッグホーンよりは多いものの、極めて少ない。ちなみに、ホンダ資本の国際企画サーキットである、ツインリンクモテギのコースサイドには、 後輪をクローラーに変更されたホライゾンが2008年、現在も数台配備されており、コースオフしたレース車両の撤去等に使用されている。ありがとうございます。